皆さん、こんにちは。こちらは札幌人形です。今日のビデオでは、幻想郷鉄道の将来の計画にご紹介します。BVE 幻想郷鉄道は、8月10日に最初の正式バージョンをリリースしました。それは、白霊神社から人間の里までの一部であり、もちろん最終バージョンではありません。今後、多くの開発作業が完了した後、それは完全な鉄道システムになる予定です。このビデオでは、幻想郷鉄道の将来的に制作される区間について紹介します。まずは環状線の残りの部分です。この区間は2つに分かれて制作されます。まず最初は人間の里から守谷神社までの区間です。列車は人間の里を出発し、西に向かって走り、明蓮寺を通過した後、幻想郷の西部の山中に入り、山麓の守谷神社駅に到着します。この区間は最近、ゆっくりと制作が進んでいますが、完成までまだかなりの時間がかかるでしょう。次に、守谷神社を出発し、東に向かって高林道と高麗間を経由し、白霊神社に戻る区間です。守谷神社を過ぎると、伏線から単線に変わり、幻想郷の北西部を蛇行して進み、高林道に到着し、魔法の森を通過して、霧の子の東南側にある高麗間駅に到着します。最後に白霊神社駅に戻ります。この区間が完成すると、幻想郷環状線全体が結ばれることになります。当然、優等列車も運行される予定です。以下に、構想中の2つの優等列車を紹介しますが、これは最終的なデザインではなく、変更の可能性があります。まず最初は L 特急、サナエです。これは環状線上を循環する特急列車で、白霊神社、永遠亭、人間の里、明蓮寺、守谷神社、高林道前、高麗間に停車し、最後に白霊神社に戻ります。使用する列車の形式はまだ確定していませんが、直流特急型列車になる予定です。次に、ムーンライト高麗です。これは夜間の1本だけ運行される急行列車で、高麗間を出発し、白霊神社、人間の里、守谷神社、高林道前、魔法の森を停車して、最後に高麗間駅に戻ります。使用する列車も確定していませんが、国鉄の特急型列車になるでしょう。環状線全線開業後、他の路線も制作される予定です。その中には、高麗間駅から白玉楼方面へ向かうたくさんの路線も含まれます。まず最初は、湖東線です。これは高麗間を出発し、霧の子の東岸に沿って走行し、無縁塚に到着する路線です。この区間は一般的な地方路線の仕様で、単線区間で最高速度は95キロです。湖東線の後は、妖怪山線です。ここからは、関連する地理情報はほとんど東方プロジェクトの原作には存在しないため、この区間の駅名はほとんどが個人の創作であり、また路線の進行方向もほぼ個人の想像です。この区間は北西方向に妖怪の山を横断し、東北方向に転じて八雲亭に到着します。規格は時速130キロの急行線であり、カーブは少なく、列車の高速運行に適しています。八雲亭を過ぎると、有名結界線に入ります。この区間は中央の北宇佐美信号場を境に、一部が地方路線規格の単線であり、一部が整備新幹線規格の高速路線です。その中には非常に長いの、有名トンネルがあります。東方プロジェクトの設定では、冥界は幻想郷内には存在しないため、制作時にはこのトンネルの最深部で列車が隙間を通過する予定です。冥界に入った後の最初の駅は、有名駅で、ここから、冥界線が始まります。冥界線は地方路線規格です。最高速度は85キロ。列車は冥界内を一定の時間走行し、白玉楼駅に到着します。特別な航路では、列車は白玉楼内に侵入し、最上綾香市駅までの延長運行もあります。これが冥界への鉄道システム全体の終着駅です。注意すべき点として、冥界方面に向かう列車は、高麗間駅の前で高曲切り替えを行い、交流区間に入ります。出
従って、これらの路線上の列車は、基本的に交流列車と高速療養車です。長期の路線が完成したら、多くの優等列車を運行することができます。現時点では、人間の里駅から発車し、白玉楼駅の特急、西行寺や、夜間に永遠亭駅から発車し、同様に明海方面に向かう寝台特急、稲葉などが構想されています。使用する列車は確定していませんが、おそらく、高速療養の特急型列車や国鉄のブルートレインになるでしょう。白玉楼へ向かう経路はおおよそこのようになります。また、皆さんはマップ上に非常に短い路線があることに気づかれたかもしれません。それは白霊神社から人間の里の白霊モリアラインであり、非常に高い規格の急行路線です。この路線は、白霊神社から人間の里への所要時間を大幅に短縮します。この路線が完成すると、霧雨という急行列車が運行され、白霊神社から森や神社までの所要時間が大幅に短縮されるでしょう。幻想郷鉄道の将来計画はこのようになっています。私自身の努力に加えて、より多くの開発者の参加を期待しており、プロジェクト全体を着実に成長させたいと考えています。以上がこのビデオのコンテンツです。ご視聴いただき、ありがとうございました。